分厚くなってしまったけど食べます。うん、うまい。どうも、母ちゃんです。ということで今日は大根のたくあんを作っていきたいと思います。自分家で大根育ててるんで、その大根を今収穫してきて、この水で泥を洗って落とした状態にしてあるんで、そちらの大根を使って今日はたくあんを作っていきたいと思います。でこれマジ簡単なんで、皆さんもぜひやってみてください。それではやっていきまーす。シャッシャッシャッ。はい、まずはまな板を用意します。これ大根です。はい、でまずこの上の葉っぱの部分を切ります。これ取れました、葉っぱです。これも刻んで味噌汁とかに入れても美味しいんで、ぜひやってみてください。まず半分に切ります。で半分に切ったらまだ大きいんで、これをまた半分に切っていきます。はい、切りました。はい、で切れたんでこのジップロックにつけていきたいんですけど、このジップロックがちっちゃかったんで、これをまた半分にします。はい、こんな感じで切れました。1.6 キロあるんで、大根1キロに対して塩が 40 グラム必要なんで、これが 1.5 ぐらいあるんで 60 グラム必要です。この五島の塩使っていきます。でここに水を100入れてください。はい、100で、まずはこれを揉んで溶かしてください、塩を。こんな感じで冷蔵庫で1日ごとにこうやってひっくり返します。裏、これを4日間やっていきます。では4日後へ移動。はい、ということでこの大根の漬物がこの水分量、水がこんな出てます。この量やばないですか。もうちょっとしか入れてなかったのに、だからこんだけ大根の中にまだ水分が残ってるっていう、まあみずみずしいっていう証拠なんですよ、大根が。でみずみずしいと、もうこんだけすごい量が出てきます。まあ、これ漏れ防止とかもあるんで、絶対に袋は二重にしてもらえるといいです。塩が大根の中に入って、このいらない水分が出てきたんで、この水分を一回捨てて、これを洗っていきます。はい、これ今水で洗ってきました。でこれよく塩気、よく水で洗ってください。で大根についている塩分を洗い流してください。砂糖、みりんとお酢、まあ、はい、こんぐらい。みりんを大さじ2、みりんも1、これ入れたらよく混ぜてください。でこれ混ぜ終わったら、まあ、こういう状態でまた冷蔵庫に保存してもらって、まあ、1日に2回ぐらいこの上下ひっくり返してちゃんと浸かるようにしてください。まあ、これを3日間ぐらいやりたいんで、3日後に移動。できました。めちゃめちゃいい匂い、たくあんのいい匂いします。はい、ということで切ってきます。白いところ、いや、めっちゃ分厚くなってしまったけど食べます。いただきます。うん、ベリーうまば。これはマジベリーうまばですね。おいしい。うん、これしっかり使ってて味もあっておいしいです。おいしい。じゃあこの残ってる大根を切っていきます。
完成。これがね上の部分、大根の上の部分で、こちら白い方が下の部分です。はい、ということで大根のたくあん作り終わりました。これマジ美味しいんで、ぜひ皆さんやってみてください。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。